今日は長野県にある戸隠忍者からくり屋敷に来ています。小さくて可愛い忍者くんが上空を行き来しています。こちらの映像はこんなものもあるよっていう意味で撮ってます。ここに来たからにはからくり屋敷仕掛けがたくさん施された迷路ですね。そちらを やるのがメインだと思いますんで、そちらを楽しんでいただければと思いますが、そちらはネタバレ防止のため撮影は禁止となっておりますので、ご了承ください。なお、私はそのからくり迷路3回目ですが、迷いました。やっぱりある一定期間ごとに迷路の中は変更されているみたいです。ぜひからくり屋敷の仕掛けがたくさんある迷路を一度は試してみてください。こちらは手裏剣投げになります。1回200円7枚ですね。で、5回以上当てると景品がもらえるんですが、こちらは景品というよりも手裏剣投げを楽しむのが良いかと思います。こちらの吊り橋なんですが、これ最初の人よりも最後の人の方が揺れますね。私が一番揺れてます。で、こちらが今日泊まることになっているお宿なんですが、雨が降ってきました。こちらのお宿は2つとない景色という名前で探せばわかると思います。で、こちらのブリーが夜の満天の星空とこの明け方の高原から昇る朝日と雲海です。ちょっと星空の方は撮るのを忘れてしまったので、雲海の方だけお楽しみください。なお、こちらは Zenfone9 でタイムラプス機能で撮っておりますので、だいたい1秒が1分ぐらいですかね。
ではまた。